アルフィー君のお父さん。もう一回行ってみるか。パパってイケメンじゃんって言ってた。パパイケメンね。本当にイケメンなのかな。わかんないんだよね。そのイケメンというのは息子を産んだら言ってた。アルフィー君なんだよね。アルフィーだから A なんだけど、 A が、あ、もう一人しかいないか。いや違う、二人いんで。え、イケメンっていうのを信じていいのか。いいから恥、いいで終わる人この人だな。いや違うか、この人もいるか。あ、みんないいで。わからん。このアルベルトがイケメンとか、イケメンって言ってたから、やっぱその言葉信じるか。じゃあこいつでいっかな。そうだね、4日目に誘拐されてて、行方不明になってるから、娘、同じ日だしな。この人かな。まあ、やっぱイケメンじゃんって言ってたからな。そうだね、子供のイケメンを信じるべきだね。この人で行こう。だとすると、そのイケメンの概念がさ、イケメンの概念がわかんない、子供が言うイケメンがさ、わかんないじゃないですか。ってことは、イソップさんがこの人かな？偽の権利書、どこにやったかもう一回見てくる。助かります、へへ。では、こちらへ。助かります、へへってなんだろうな。これね。うまくいったわ。結んだはいいけど、どうしましょう。店が潰れるまでの間。家の床の下。はいはい。ちょっと待って。家の床の下でした。権利書。これだ。家の床の下。家の中。エミー。夫の名前は、アルベルト。誘拐の犯人？え？誘拐の犯人？もう一回見てみよう。なんだ、さっきの化け物は、うちの子どこにあった？こいつだろうな、誘拐したのは。っていうことは、誘拐の理由？
え、こんなこと言ってたっけ？ちょっと。少女を館に連れて行く姿が違うかも。少女じゃないもんな、アルフィーは。でも、アルベルトさんは、え？びっくりした、何？びっくりしたんだけど。え？あ、マジびっくりした、今。何、何、何？え？合ってたんだ、これで。わあ、びっくりした。あれ、待って、キャサリンに、最低なことしたやつ。え、多分キャサリンは飛び出してった子だから、この子だから、この子のお父さんで確か、こいつだったんだよな。うん。でした。で、エミーも、エミー？エミーは、エミーわかんないなぁ。娘たちは誘拐されたのか。娘たちだから、アリスちゃんと、これはなんかオーブリーちゃんで、誘拐の犯人は、こいつだよ。誘拐の理由は、商品として売るため、だな。キャサリンちゃんがどこにいるかだよね。キャサリンちゃんは、この子に行ってみる？あの、はぁはぁ言ってた子。追ってこないよね、みたいに言ってた子。この子を、オーブリーちゃんで行ってみるか。なら、ここ、エイミー、権利書。あ、違うのか、これもしかして。アリス、オーブリー。あ、違うんだ。違うっぽいです。キャサリン。この子。あ、いたたたた。うまく逃げれたかな？うまく逃げれたかな？あ、この子か。この子もキャサリンちゃんか。あー、だわ。あー。はい。はいはいはい。おお。ってことは、こっちの子が、こっちの子に、ちょっと、オーブリーちゃん。キーちゃんお花屋さんの子だよね。オーブリーちゃんつけてみてもいいですか？あ、違うわ。待ってね、エミー。エミーちゃんがまだ見つかってないのか。お花屋さん。権利書、そうね、権利書。あー、いや、これ、
こいつ犯人は、こっちだな。ルビーだな。で、家の中にある、夫の名前。ん？夫の名前？ああ。友人で、エミーちゃんがお花屋さんの子だよね。だエミーちゃんがどこにいるかわかんなくて、この子をエミーちゃんにせんやったっけ？あ。この子エミーちゃんにしてる。じゃあ、この子。どうだ。違うか。この子がエミーちゃん？そんなやっちゃいけないような遊びしてたの？あ、見てみる？もう一回。これ。エミーちゃん？え？え？エミーちゃんって誰だっけ？絶対違うよね。あ、絶対違うわ。え、どうしよう。やっちゃったかも。一旦、エミーちゃんに指摘しちゃった子を解除してこんといかんってことか。なるほど。この子を別の子にしないといけない。ベッキーちゃんに変えといて、一人一人総当たりで行かせてもらおうかな。じゃないとわからんから。オーブリ。ベッキー、オーブリ。この子を、エミーちゃんに。いや、違うよね。あ、嘘だろ？友人、いけないことしてたの？花屋の子。ルビー合ってる。あ、そんだけ？そんだけか。あー。娘たちだからね。アリス。あと、オーブリーちゃんがどこにいるかだな。オーブリーちゃん。わかってないのは、わかってないのは、もう突き止められてきたよ。この子がオーブリーちゃんってこと？オーブリーちゃんですか？あなた。あ、違う？オーブリーちゃんはどこ？キャサリンも間違ってないし。あ、待って。あ、ここ違うかも。これディニーじゃないわ。これディニーが見えてるから。なんだ違うか、つってたから。誰だ？大人だな。え、この視点誰？ちょ、もう一回見てみよう。めちゃくちゃアップ。ああ。やっぱり違うな。視点が近いから女の子だな、これ。この子。ああ、リリーちゃんじゃないぞ。キーちゃん、君か？あ。え、そっち？バラン。ああ。ん？おお、めちゃめちゃ来るね。はいはいはい。あ、
ーブリーちゃん無視された。え、めっちゃ丸くるんだけど。あ、いいのこれで。もう。え？じゃあなんで4つ目よ、これ。間違ってんだ、これ。ん？身代金要求したいって言ってたっけ？言ってなかったと思うけど。もう一回見る？なぜだ、なぜこの場所が。こいつは殺されたやつ。お姉ちゃん、おしっこ出ちゃった。大丈夫だから、お姉ちゃんが守ってあげるから。さらった？あ、そうさ。兄貴にさらわせて俺は見張り役、少女趣味の変態どもに売る予定だったが、兄貴にさらわせて？なんて、残り5人は小屋の奥に。残り5人。兄貴っつってたからこいつじゃないのか。 A で始まる、やろうか。誰だ、こいつか。え、兄貴、こいつか、まさか。ああ、闇を見たぞ、これ。これは闇を見た。え、そんだけ？すっと終わるやん。で？でよ。